オオカミウオカは、鈴木木原ゲア木にと属する魚類の分類群の一つ。二族からなり、オオカミウオなど寒冷な海に生息する低生魚の見越しが含まれる。オオカミウオカの魚類は全て海水魚で、北部太平洋あるいは北部大西洋の冷たい海に分布する。沿岸の浅い海から、やや深みにかけての海底で生活する低生魚の一群である。 所属する5種のうち3種は大西洋産で、北、アメリカやヨーロッパにおいて重要な水産資源となっている。残る2種のうち、オオカミウオアンリチャスウリアンタリスのみが日本の近海にも生息する。肉食性で、貝類、ウニ、糖足類を主に捕食する。卵はオスあるいはメスによって保護される。ウルフフィッシュ。本化魚類は発達した頭部と、 先細りの細長いビブが特徴であるオオカミウオカの仲間は左右にやや平たく側平たした細長い体型を持つ。顎の前方には円錐状の鋭い剣歯を後方には大きな球歯を備え、貝類など硬い獲物を噛み砕くことが可能になっている。よく発達した頭部に比べビブは貧弱で先細りの体をしていることが多い。アナリクシース属に含まれる。 唯一の種であるウルフイールは、うなぎのように著しく細長く成長し、最大で2.5メートルに達するなど、オオカミウオ族との形態学的差異が大きい。背びれの規定は長く、柔軟な棘状のみで構成され、難情角。棘状は、オオカミウオ族では69から88本、アナリクシース族では218から250本。大きな胸びれを持つ一方で、 腹びれはなく、支持骨格のみが残存する。尻びれは42から55本あるいは180から233本の難情からなり、後者では一本の棘け状を持つ場合がある。尾びれは小さく、狼虫属では背びれ、尻びれと連続しない。椎骨は通常72から89個で、アナリクシース属のみ250個を超える。 ウロコはないか、ごく微小な円ウロコを持つのみ。側線の発達は悪く、浮き袋は持たない。両側のエラ膜は、胸部で互いに接触する。ウルフイール。非常に細長い体型が、特徴の種で、アラスカからカリフォルニアにかけての沿岸に分布する。オオカミウオカにはニズクモ種が記載される。ありがとうございます。